アミ TV。 皆さんこんにちは、木村亜美です。今回ご紹介するのはトライアンフトライデント660です。トライデント660に関してはもうすでにいろんなメディアでご紹介されていますが、今私の隣にあるこのカラー、マットバハオレンジマットストームグレーという新色になります。このオレンジ色のカラーが都会的な雰囲気によく似合ってかっこいいです。この特徴的なトライアンフのロゴもすごくね、仕上がりが良くて上品です。マットバハオレンジマットストームグレー、その名の通りマットな色が幅広い年齢の方に使っていただけるカラーになるんじゃないでしょうか。さて今回このトライデント660ですが、今回私が試乗して改めてそのインプレッションを皆さんにお届けしたいと思います。ではご覧ください、どうぞ。バイクを選ぶ基準として、まず見た目が好きかどうかは重要なポイントだと思います。トライデント660のちょうどいいサイズ感、すっきりと仕上がったテール周り、特徴的な3本のエキゾーストパイプ、そしてこの大胆に描かれたトライアンフのロゴにグッと刺さるライダーも多いのではないでしょうか。今回私が乗っているのはまだラインナップに加わって間もない新しいカラーのマットバハオレンジマットストームグレーです。その他にも色やパターンの異なるトライデント660があるので、より自分好みの1台を選ぶ、そんな楽しみもあるのが嬉しいですね。トライデント660は驚くほど乗りやすいです。しっかりとした中低速トルクのおかげで、交通量の多い街中でのライディングや徐行、ストップアンドゴーでの加速感も何不自由なく扱うことができます。分厚いトルク、そしてコンパクトな車体も相まって、特に U ターンがものすごく楽だったのが印象的です。扱いやすい低速域に対して高速走行では 660cc のパワーがしっかりと発揮され、積極的なスポーツライディングも楽しめる、そんな二面性を兼ね備えているのもトライデント660の魅力ではないでしょうか。トライデント660に搭載している並列3気筒エンジンはとにかくマイルドで優しい、乗り手を選ばないキャパの広い仕上がりになっています。スロットルを開けた瞬間の鋭い発進や、瞬時にワープしてしまうような速さを披露するマシンではなく、あくまでも乗り手のしたいことに忠実で素直、エンジンの出力バランスが良くて車体も軽快、街中でもワインディングでもゆっくりとツーリングを楽しむことだって、自分の思い描いた通りにバイクをコントロールできるので乗ることがどんどん楽しくなります。You know
make me lose my mind. I'm so crazy, baby, you're divine. Dreaming, scheming, need you by my side. Every waking moment.805mm のシート高は最初にまたがった時は数字の割に若干高めだった印象でしたが、乗り続けていくうちに全然気にならなくなりました。信号待ちでも十分に足がつくし、サイドスタンドも出しやすいです。ライディングポジションも無理がなく至って自然。長距離のライディングでも疲れにくいと思います。疲労感につながるようなグリップやシートへの振動はよく抑えられていて、この日何時間乗っていてもストレスを感じることはありませんでした。見た目もパワーも申し分なく、毎日乗れる快適性能がトライデント660には備わっています。バイクを選ぶ時の見た目が好き、そしてその次にはきっとバイクで何をしたいのかを考えると思います。そんな時にトライデント660はかなり広い範囲でライダーのしたいことを叶えてくれると思います。数あるトライアンフの車両の中でもトライデント660は価格の面でも非常に魅力的です。これから新しくバイクライフを始める方はもちろん、すでにバイク経験値が豊富な方にも改めて、トライアンフトライデント660はおすすめできるミドルクラスのロードスターです。今回ご紹介しているトライアンフトライデント660ですが、改めてシティコミューターとしてぴったりの一台だと思いました。これだけのパワーがあれば仲間と一緒のツーリングでも一日十分に楽しんでいただけることだと思います。素直な操作性、使い勝手の良さ、そして愛くるしいフォルム、さらに選べるカラーバリエーションでより多くのライダーの良き相棒になってくれることは間違いないでしょう。気になる方はぜひお近くのトライアンフ正規ディーラーへお問い合わせください。